皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運、亀吉2号の月運動画の始まりです。この動画では6月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉報位、開運行事についてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで6月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2023年6月の八白土星の方の運勢についてお話しさせていただきます。八白土星の方の6月の運勢は中吉運です。先月よりいい運気の流れを感じられそうですが、油断は大敵の月です。今月の運勢の3つのポイントは、1、熱量を上げて運気上昇、2、仕事運が特に上昇中、3、紫陽花を見に行くとさらに開運です。まず1つ目のポイントですが、熱量を上げて運気上昇です。八白土星の方は内向的な人が多いんですけれども、6月は積極性や情熱が増し、周囲からの注目度や評価が上がってくる月です。さらに自分自身で気持ちを奮い立たせ、熱量を上げて取り組むことで大きな成果や実績を手に入れることができる月です。趣味や遊び、仕事などどの分野においても、あの人すごい頑張ってるな、全力で楽しんでるなと思われるような行動を意識してみてください。そうすることで中吉運の運勢は大吉運へと向かっていきます。ただし自分では気づかないうちに人に対して少し上から目線になりがちな月です。悪気はないのですが、無意識に相手を傷つけたり不快な思いをさせていると、いつの間にか関係の修復が難しいほど悪化しています。熱量を上げて行動しているので気づきにくいと思いますが、時には冷静になり周囲への気遣いも忘れないようにしましょう。2つ目のポイントは、仕事運が特に上昇中です。6月は頭が冴え、普段では思いつかないようないいアイデアを思いついたり、画期的な改善案や修正案を提案できたりし、仕事運が上昇している月です。先を見通す力も強くなっていますので、あなたがこれはうまくいきそうと思うものには全力で取り組むようにしましょう。逆にこれはダメだと思うものは無理に進めないことです。あなたの周囲や別部署でこのように思うことがあれば、こっそりアドバイスするようにしましょう。表立ってアドバイスすると反感を買いやすい月ですので注意してください。いい運気の流れを自分のものにし、成果につなげるには何に対して力を入れればいいかを理解し、行動を起こすことが重要なポイントです。6月は仕事運が上昇していますので、趣味や遊びよりも仕事に力を入れるようにしましょう。3つ目のポイントは、紫陽花を見に行くとさらに開運です。八白土星が開座する南には花や色鮮やかという意味があります。そのことから、この時期見頃を迎える紫陽花を見に行くと運気が大きく上昇します。ところで紫陽花はよくお寺に植えられていますが、なぜかご存知でしょうか。医療技術が確立されていない時代、梅雨特有の急激な気温の変化によって日本各地で流行病が伝染し、多くの人が命を落としたと言われます。その亡くなった方への弔いの意味も込めて、梅雨に咲く紫陽花をお寺の境内に植えたそうです。6月は紫陽花を見に行って運気を上げましょう。6月のラッキーフードはパプリカです。先ほど申し上げましたが、八白土星が開座する南には色鮮やかという意味があることから、この時期旬を迎えるパプリカがあなたのラッキーフードとなります。サラダに入れて色鮮やかにするのもいいですが、おすすめの食べ方は火を通して食べることです。ぜひお試しください。6月のラッキーカラーは紫です。人から見えるものにラッキーカラーを取り入れることを意識しましょう。シャツやアクセサリーにワンポイントでもいいので紫色を取り入れることで健康運や対人運が上昇しますよ。6月のラッキーアイテムはパズルです。八白土星が開座している南には頭脳という意味があります。そのことから頭を使うパズルをやると運気が上昇します。八白土星の方はどっしり構える人が多いので、難しいものにチャレンジするのもいいですね。ラッキーアイテムについては概要欄にも記載しておりますので、そちらもご覧ください。6月の吉方位は東方位、西方位、東北方位の3方位あります。
自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたりお休みの日に出かけたりしていい運気を手に入れてください。6月は白く木星が中宮に開座している月なんですけれども、白く木星は草木や風という意味を持っていることから風になびいている草原や草木を見ると運気が上昇します。回っている風車や風力発でもいいですね。自宅から見て吉方位にこのような場所があればぜひ足を運んでみてください。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め草原を撮影してきました。こちらもお楽しみください。6月に皆さんに知っていただきたい重要な行事があります。それは名護市の祓いです。半年の間についた国家や万民の汚れを払うために6月30日と12月31日に行われる大祓いという神事があります。6月の大祓いを名護市の祓いと言い、12月の大祓いを年越しの祓いと言います。現在も各神社で実施されており、人の形を模した人型や車の形をした車型に汚れを移し、大祓い当日に祓い清めてもらう風習があります。また名護市の祓いでは茅の輪という茅を束ねた輪が設けられる神社もあります。この茅の輪をくぐる風習を茅の輪くぐりと言い、輪をくぐることで身が清められ疫病や罪が払われるとされています。回り方は左回り、右回り、左回りの順で8の字に輪を3回くぐるといいとされています。茅の輪は6月中旬頃から設置している神社が多くあります。6月30日の名護市の祓いの日に茅の輪をくぐることもとてもいいことですが、6月中に氏神様や通りがかりの神社で茅の輪を見かけたら茅の輪をくぐってみるといいでしょう。やり方や作法は茅の輪の前に書いている神社が多くあります。茅の輪をくぐって身を清め運気を上げましょう。以上が2023年6月の八白土星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本松雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。 Twitter や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。